こんにちは。愛と笑顔で地球に灯火を。とそんなわけで本日は初の試みなんですけれどもね、どんなものを食べてるんですかってやっぱ聞かれるんですよ。ボディビルみたいなやつ、女子フィジーク出るって言ってんですけれども、やっぱりね、やっぱりなんというか生態が分かんないじゃないですか。どんな生き方をしてるのかみたいな。それで YouTube とか見ててもね、男子の方のフィジークとかボディビルの選手の YouTube って結構載ってるとは思うんですけれども、その女性の方の、筋トレの人の食生活とかって全然載ってないそんな気がしますんで、今日ちょうど今買い物行ってきましたから何食べるか紹介します。それでいつももう絶対毎食食べてるのはもうこれ、もうきゅうり、きゅうりの漬物。これなんか単純に好きなんですよね。ポリ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 食べれる。それでお腹もね、満たされますし、なんといってもまあ低カロリー食品。きゅうりはもういいところしかありませんよと。いう感じで。きゅうりほんと大好きなんですよね、漬物。だからこれはもう減量でお腹空いたら、とりあえずきゅうり食べとけみたいな感じで、なんかおすすめです。漬物。これないと怒ります、お店に。で、次。もうこれももう絶対買うもの。さっき4つちょっと買いましたけど、素直のアイス、バニラ。これ最近ハマってんですよ。前にもね、動画で言ったんですけど、これが本当に好きでして、なんといってもね、これ1個80キロカロリーしかなくて、それってもうすごいことなんですよ。ハーゲンダッツのアイスとか1個食べたらね、2、300キロカロリー余裕でいっちゃいますから、まあ、最悪、もうこれ3つ食べても、ハーゲンダッツ1個分みたいな、そんなテンションでね、考えといてもらうといいですよね。で、さらに、このバニラに最近、ちょっとまあ、この、さっきこれ、フルーツミックスっていうのを初めて買ったんですけれども、その、バニラにこのレーズンとか混ぜると、もうラムレーズンアイスみたいなね、気持ちになるんですよ。で、私ちっちゃい時から本当にラムレーズンアイス大好きで、よく食べてたんですよね。だから、もうそんな感じで、もうバニラプラスこれ。で、もう幸せなの、おやつですよね、これは。はい。で、この乳酸菌プリン。これちょっと初めて買ったんですけど、後でまた食べてみます。どんなもんかちょっと知らないんですけど、ずっと気になってはいたんですよね。スーパーとかによく売ってるじゃないですか、これ。ちょっとね、食べてみますね。ちなみにこれ 100g あたり 77kcal。1パック 280g 入ってるらしいんで、100g で、これと同じぐらいのカロリーなのかな、みたいなテンションですね。まあ、後で食べてみます。本日購入したもの、最強焼き、鮭。美味しそうですよね。次。ブリの塩焼き。美味しそう。お寿司。これも美味しそう。結構その日のね、気分によって、なんか魚が食べたい日と、牛肉食べたい日、鶏食べたい日、豚食べたい日ってあるんですよ。で、やっぱり自分の感覚みたいなものを大事にしてるんで、とりあえず、その時の感覚で、炭水化物と脂質とタンパク質なんとなくこうカロリー表示あるんで、それを見て選ぶようにしてますね。そんな感じですね。とりあえず今日はさっき足のトレーニングしてきたんで、このお寿司を今から食べようと思ってます。はい、そんな感じです。はい。それでは今からいただきたいと思いますね。お寿司もね、なんか醤油とか、あんまかけずに食べてるんですけど、とりあえず塩かけたら美味しいんですよ、お寿司に塩。なんか、塩かけてんですよね。醤油の成分もね、多分ほとんど塩なんだなって、勝手に思ってるんですけど、だから塩かけてんですよね。こんな感じで。パッ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 。あ、美味しいですよね、塩かける。最近ハマってるのがこのね、お酢、黒酢、乳酸菌黒酢とか、まあいろんな種類のお酢、これに入れて薄めて水で飲んでます。
うん、なんでこのねタッパーに入れてんのみたいな意見あるかなって思いますけどこのタッパー100均で売ってたんですけど、なんか 500ml なんですよ、ちょうど。だからなんか分かりやすいんですよね、どのくらい自分が1日に水飲んでるか。うんうんうん、おしゃれとか一切なくて別にいいんじゃないみたいなところですよね、 500ml。 うん、だから一食に朝昼晩これ3回ぐらい飲んでます。だからそれだけでね 1.5 リットルも水飲んでるのすごくないですか。うん、そんな感じですよね。うん、美味しい美味しい。あとさっき言ってたきゅうり、うん、いただきまーす。うん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 、きゅうりって美味しいんですよね、本当に。おすすめ、おすすめですよ。別に減量してなくても、まあ減量しててもきゅうり絶対美味しいですからきゅうり食べて、まあ損はないと思ってますから、うん、とりあえず食べとけば OK ですよね。ね、あとお寿司なんか足トレしたからいいでしょみたいな感じで、うん、炭水化物結構多い気はするんですけどね。というか大きいの買ってきちゃってね今日、うん、なんか疲れてたんですよね多分足トレで、うん、だからまあとりあえずいただきます。エビ一番好きなんですよ、うん、なんでエビから。なんか昔は好きなもので一番最後に取っとくタイプだったんですけど、今それをするとね、結局例えばこれだったら全部食べなきゃいけないんですよね、エビにたどり着くまで。うん、だから多分昔太ってたんですよ本当にね、昔は小学生の時とか、まあ、中学も高校もそうかもしれない、うん、まあ、もはや最近まで、いや今もちょっと謎ですけど、小学生の時は本当にその健康診断の、健康診断表みたいなの返ってきて、肥満度何パーって書かれて、なんか保健の先生に呼び出されるみたいな、うん、そのくらい肥満だったんですよ。だからもう、これくらいもう、数秒で食べれるみたいな感じ。だからね、物を残すっていうのが嫌だったから、結局一番最後に好きなものを食べるってしてたんですよね。だからね、太っちゃってたんだなっていう、今気づいてますけど、うん、まあエビからだからいただきまーす。エビって本当美味しいですよね。うん。エビ一番好きなんですよ。なんでかわかんないですけどエビ好きなんですよ。うん。なんかちっちゃい頃にお寿司屋さん行って、その時はイカが好きだったんですけど、うん、イカを食べた瞬間に乳歯が抜けたんですよ。その時抜けそうな歯があってグラグラしてて、うん、なんかそれから別に嫌いってわけじゃないんですけど、イカね、うん、ちょっとまあ順位下がりましたよね。まあでもイカ食べます。やっぱり噛むって大事ですよね、本当に。その昔ね肥満だった時って全く噛んでなかったなって思いますよ。うん。本当に。うん。まあ、エビ食べますけどね。うん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 。エビ美味しいですよね。うん。5月30日に大会あったんですけれども、その時も減量の一番最後の方はエビばっかり食べてましたね。エビって高タンパク低
低脂質、うん、低カロリーみたいなめちゃくちゃいい食材らしくて、うん、で美味しいからいいですよね。本当にこの命、エビのこの一匹一匹みたいなね、命のありがたみ感じますよ。うん、エビの次に好きなのがサーモンでしてサーモンちょっとね、確か脂乗ってんですよね。うん、さっきも買っちゃってましたけど、鮭、うん、美味しいですよねサーモン。次、うん、美味しいミルクはね、下で今待機してますよご飯食べてるとね、なんか落ちてくるかもみたいな感じで下にいんですよ、いつも。うん、待ってますよね。キュウリはどういう成分があるのか、どういう効果あるのか、ちょっと分かんないんですけど、美味しいんですよ。本当に思うのは、なんか減量で大事なことって、好きなものを食べることだなって思うんですよね。ほんといろんなネットに情報出てるじゃないですか。胸肉がいいとか、うん、魚がいい、牛肉がいいとか。でもそれってね、その人に合った食事ですよね。これキュウリもね、私がいくらいいって言ったところで、キュウリ嫌いな人がねこれ食べてたら毎食毎食苦痛でしかないですもんねなんでわざわざこの食べれるもの限られてんのに嫌いなもの食べなきゃいけないのってなるじゃないですか。いくら体にいいからって言ったって、その100人、まあ、日本人がいるうちの90人の体に合ってる食事なだけかもしれないですよね。残りの10人はもう全然違う遺伝子持ってるとか、だからキュウリが本当にアレルギーみたいな人いるかもしれないですよね。その人にキュウリ体にいいから食べなよって言って無理に勧めるってすごいもうね、処刑みたいなもんじゃないですかそれとか魚だってね、体にいいんだよとか言って、あの食べた方がいいよとか言ったところでね、本当に全然合わない人いるかもしれないし、白ご飯とかに関してもそうですし、今流行ってるねオートミールとかも合わない人にはね合わないだろうし、いくらその成分がいいとか言ってもみんな遺伝子違うじゃないですかそれぞれ生まれ持ったねこう素質みたいなものあるはずなんですよね。だから、うん、確かにもともと太りやすい人とか筋肉がつきやすい人、痩せやすい人とかっていると思うんですけど、それと同じようにね、自分に合った食材って必ずあるはずなんですよね。でその自分に合った食材って何かなって言うと、でもやっぱりちっちゃい時から食べてたものとか、ちっちゃい時に自分が好きだったものって、多分本能的に体が好きなものを選んでるはずなんですよね。ちっちゃい時にそういう栄養成分どうこうって考えてないじゃないですか別に。そう思うとね、ちっちゃい時に自分が好きだったものって何だったのかなって考えてみると、そういう減量のヒントあるんじゃないのかなって思ってますよね。私は本当にちっちゃい時から肉好きだったんですよね。あとは魚、あのお寿司もそうなんですけど、やっぱりエビとサーモンとあとは牛肉と豚肉好きだったんですよね。本当によくね家で食べてたのはまあ肥満だったってさっきから何回も喋ってるんですけど、例えば豚のロースというか生姜焼き用の豚肉あるじゃないですか。あれが3枚ぐらい焼かれてたとして、そしたらもうあれ1枚食べきる前にご飯いっぱいいけちゃうわけなんですよね。焼肉のタレとあれちょっとだけ
ご飯いっぱい、とりあえずもう1枚でいっぱい、1枚でいっぱいみたいな。だから3枚焼いてあったら3杯ご飯いけちゃいますよみたいな、そんな食生活してました小学生の時。マグロの美味しさ最近気づいたんですよ。ネギトロが美味しい。うん、ただそれだけですね。うん、卵もね美味しいですよね。卵いつ食べる問題みたいなのよく聞いたことありますけど、まあ好きな時に食べればいいんじゃないのってうん、これだけ食べてたら結構減量中なのに食べてるんじゃないですかみたいな感じるかもしれないんですけど、うん、さっき足のトレーニングをしたわけなんですよね。だからそういう時ってカロリーすごい使ってるし、筋肉もめちゃくちゃ作られてるはずなんで、ちょっといつもより確かに多いかもしれないですねこれ。うん、でもそれでもこれで500キロカロリーぐらいなわけなんですよね。だからそれを3食まあ食べれば1500キロカロリーだから痩せてくんですよね、単純に。それでだから普段私たちっておかしいですよね、大体がお菓子かない食べてたんだなって思います。ちゃんとね噛むことってすごい大事ですよね。美味しいですよね噛んだらうん、この食べれてる幸せみたいなものって減量中すごい思うんですよね。なんかいくらでも食べれる生活みたいなの送ってるととりあえず詰め込んじゃえみたいななっちゃうんですよね。なんですけど減量してると、うん、もう食べれるものっていろいろ考えて限られてるもの食べるんでなんかねいろいろ考えるんですよね食べながら。いや、イクラの一粒一粒美味しい。まあそんなわけで、うん。ちょっと残ってるのはまた次の時食べます、うん、あ、うん、次食べますんで、うん、次というか次の食事の時、うんうん、今日はね初の試みとしてさっき買い物してきたものを紹介&ご飯やってみましたまた好評だったらいろんな食事やってきますし、まあ好評じゃなくてもねきっとこういう減量の記録というか減量のどんなものを食べてるんですかみたいなの興味ある人いっぱいいるはずなんですよ。だからちょっとやっていこうと思います。うん、今日のやつはねただのお寿司なんかいみたいなね感じありますけどうん、他にもね食べてるものいろいろあるんで、うん、またやっていきたいと思いますそれではね、今日の動画いいと思った方ぜひ高評価していただいて、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします絶対やってください、チャンネル登録と高評価。そしてまた次回の動画でお会いしましょう。うん、最後まで見てくださっていつもありがとうございます。それでは本日も最高の一日を。